吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。ちょっと急遽ですね、こちらのサブストラットプロレギュラーを入れている網を変更したいと思います。私は100均の水切りネットをね使ってこちらを入れたんですけど、ちょっとねこれは抗菌作用があったり、あと耐久力が弱かったりするみたいで、ずっと使ってるとこの網が破れてサブストが出てしまったり、あとは抗菌作用がねあるからバクテリアがつかない可能性がある。そしてなんかね100円ショップのこの網からなんかの毒みたいのが出て、魚を飼うとなったらちょっと適さないみたいなので、急遽専用の網を購入したので紹介させてください。僕が買った網はこちらです。ことぶきから発売されておりますロザイネット細め A4 サイズ、粗め A4 サイズ。今回は2種類買いました。まずは細めサイズから見ていきたいと思います。ことぶき観賞魚用品、品番は K-110 です。ロザイネット細め A4 サイズ、長さは 21cm×29.7cm です。で1枚入っております。ロザイの出し入れがスムーズ、丈夫で錆びない樹脂ファスナー採用ということで、このファスナーでねこう開け閉めするタイプのようです、うん、でまあ袋越しだとかなりね目が細かいです、うん、これならば普通のロザイは出ることはないかな、うん、はい。裏面としてまず用途が書いてあります。ロザイをネットに入れてからろ過装へセットすると、ロザイの交換時やメンテナンスをする際に大変便利です。上部フィルター、外部フィルター、オーバーフロー用フィルターということで、このようにね、あ、そうか、これをそのままファスナーを閉めてこのように入れてるんですね、うん、だから私もね今回ねこの事件が起きたんでね、いやまさかこのろ過剤専用のネットがあるっていうのがねまず分かりませんでした。多分売ってないだろうなと思って100均で買ったんですけど、ちゃんと売ってるっていうね、うん、で、まあ、もちろんね淡水海水どちらも使用できますと。でろ剤の出し入れがスムーズに行える丈夫で錆びない樹脂ファスナー採用と、いいですね。まあ注意点としてはいつも通りですね、あ、まあろ剤の詰めすぎにはご注意くださいということで、ちょっとこれは気をつけた方がいいね、うん、あとは水回りを してないかとか、洗剤はダメですとか、そういうことですね。でネットの材質はポリエステルと、ファスナーはバイアスポリエステル、ファスナーバイアスっていうんだ、うん、両方ポリエステルでできてます。でこちらの製品はことぶきから出ております。はい、続いて粗めも見ていきます。もうほとんど同じなんですが、こちらもねことぶきから出ております。で K-111 という品番です。でロザイネット、うん、粗め A4 サイズ、 21cm×29.7cm、 1枚入ってます。まあ同じですね、ロザイの出し入れがスムーズ、うん、でまあ袋越しでも分かるんですけど、かなり大きいです、うん、これぐらいのやつが欲しかったんですよ私は。だけど100円ショップのやつはねこれだけのやつはなかったので、いいねこれはね。ただね今回なんで細め買ったのかというと、ちょっと穴が大きいのでもしかしたらサブスト出ちゃうかなと思ったので、一応細めも買ってみました、うん、裏面としては同じです、うん、同じことが書いてます。特にね、うん、注意書きも同じです。うん、ポリエステルでできております、うん、同じだね。こちらもねことぶきから出ております。はい、それでは開けていきたいと思います。いでよことぶきロザイネット細め A4 サイズ、オープン。おーおー、あ、ちゃんと A4 サイズですね。うん、色は真っ白です。そしてはい、ファスナーがついてます。うん、あ、開け閉めもしやすいです。いいね、魚の網と同じぐらいです、大体、うん、網の密度ですね、魚の網と同じような質感と、あとはこの網目の大きさですね。そうですね、まさに魚の網ですね、をなんか大きくしたバージョンみたいな、そんな感じがします。いいですね、これならばねずっと水の中入れといても変なね毒物質とか出ないんじゃないかな、うん、アクア容器に専用なんでね、いいですね。あと口も大きいのでね、ロザイも入れやすいです、
下もねもちろんちゃんと、はい、こちらもね糸も出ていないのできちんとちゃんとした作りになってます。はい、続きまして粗目いきます。いでよことぶきロザイネット粗目 A4 サイズオープン。おーおー、なるほど。うん、あ、質感はねさっきと同じです。ザラザラした、まあ魚の網と同じ感じですね。でもちろんファスナーも、うん、開け閉めしやすい。そして網目が粗いですね。目が粗いタイプなので、まあカメラ越しでもしっかり分かりますね。均一に網目が長くて、うん、ここもねしっかりと止まってます。で糸も出てなくねしっかりとした作りじゃないでしょうか。表も裏もしっかりしてますね。うん、いいな、これは丈夫だ、これならば。ただねサブストがねどうかなっていう、結構小さいので今からねこれに入れてみて、もし出ちゃったらこちらの細めのやつでね対応していきたいと思います。果たして入るのか。 500g ねまず入れてみます。多分入るんじゃないかな。はい、ということでこちらに100均で作ったやつを置きました。いやーだけど仕方ないね、うん、安全策で行こうということで早速ね外していきます。じゃあ全部入れよう。入るかな。おお、いいんじゃないか。あ、余裕だね。あ、余裕だな。はい、今 500g 入れました。まだちょっとこの辺とか余裕ありますね。うん、すごいね。うん、500g は余裕で入りました。そしてサブストよりも穴が小さいのでサブストが出ないんですね。うん、粗めの方がですね通水性が高いので今回は粗めをね2つ使って設置していきたいと思います。あ、でも1キロは入れない方がいいよね。うん、こうやってやった方がいいな。あ、これはさっきこぼしたやつですこれはさっきこぼしたやつです。うん、よし、あ、でも半分ぐらいだな、いけるか。ちょっと1キロ入れてみようかな。ちょっと1キロ入れてみます。入りそうだぞ。うん、あ、いいね。あ、こっちの方がいいじゃん。1枚で収まったな。あ、ちょうど1キロがちょうどいいですね。ぴったり。まだ半分ぐらい入りますし、これをこのような感じで置けばいいね。あ、1枚で足りるんだ。そうか、リング状のロザイの場合はね結構一個一個でかいから多分 500g でちょうどいい感じなんですけど、このサブストはねかなり小さいので1キロでもねこれぐらいですね。うん、あ、いいね、 1個で収まった。またこちらね余ったやつに関してはまたいずれ何かの企画でね使っていきたいと思います。ということで早速こいつを設置します。はい、それではこちらサブスト1キロを入れていきたいと思います。平らになるように。おお、おちょうどいいね。うん、ちょうどいい。はい、上から見るとこんな感じです。うん、やっぱり1枚だとちょうどいいですね。こう均一になりますし、2個置くとねどうしても高さとかちょっとねばらつきが起きるんですけど、これは1個だからいいですね。
この上にあれを乗せてちょっとね調整していきたいと思います。あ、いいねいいわ、すごい安定する。今ですね、石を設置してみたんですけど、ちょっとうまく配置できなかったので、結局2枚使うことにしました。500と500入ってます。そしてこの上にマットを置くことで、ここの隅に石を置けるんですよ。うん。あれ1枚だと、石を置くスペースがなかったので、一応ね、2枚でやってみたいと思います。吹雪テトラ。はい、ということでなんとか配置できました。石の配置をちょっと変えました。このね、生化石が前こっちにあったんですけど、生化石をこっちに入れて、こっちの木化石を左に置きました。うん、この置き方が一番安定しました。で、こちらもですね、2枚ね、ちゃんと使用して、でちょっとね、2枚に普通に並べただけだと、まだね、盛り上がりがここまで来たんですよ。そうなるとね、隙間が生じてしまうので、ちょっと詰めてね、こうちょっとパンパンに張ってますけど、詰めてなんとかここにね収まるようにしました。はい、横から見るとこんな感じです。うん、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。生化石がねここに来たので、このくぼみをね何か利用したいと思います。うん、とりあえず今回急遽変えたんですけど、まあなんとかね収まってくれてよかったです。ということで以上、急遽ろ過マットを変えたぜでした。ありがとうございました。バイ。